おはようございます。金次でございます。皆さんお盆いかがですか？お休み取れてますかね？私はかろうじてお盆休みいただきましたんで、本当危なかった。もうお盆休みね、全出勤になるかっていうところだったんですけど、なんとかお休みいただきました。1日だけね、ちょっと最終日、出勤ありますけど、なんとかお休みです。もうゆっくり、普段ね寝れないのでしっかり寝させてもらってます。今、13日のお昼です。今から、実家の方に帰りたいと思います。お昼ご飯、ちょっといつものねパナシェのパンをいただきます。今日はカレーパンから。うん、すいませんね、ガサガサちょっとうるさいかもしれないよ。あー、うまい。うん、この肉がゴロゴロしててね、でちょっとピリ辛でいいんですね。はい、1個目終了。まあ皆さんパン屋さんとかね、今ブームですから行く方多いと思うんですけど、まあこれ前も話したかな、パン屋さんのね、町のパン屋さんっていうのは昔はたくさんあったわけで、まあ、商店街とかもあってね、僕も学校通う時電車で行って途中の駅で降りてとかね、あの部活の帰りとか学校の帰りに、途中のまあ真ん中あたりの駅で降りてちょっと商店街で買い食いしながらねとか、休みの日はだいたいそこら辺が集まりどころになるので、そこでみんなで、いろいろ買い物したりとかしていろいろ食べながら、ね、遊びに出かけたりとかそういうこともよくありましたけども、あのパン屋さんね、必ずその僕が言ってるのはやっぱり僕が言ってるのはあのコンビニブームっていうか、コンビニがどんどんできてきてね、パン屋さんでパン買わなくてもコンビニにパンがたくさんね並んで安いという菓子パンとかね、いろいろあって、まあ、そういうブームが来た時にパン屋さんがどうしてもね減っちゃったんですよね、うん、だけども、まあ、パン屋さんの、まあ、福岡で言えば古田パンの、あの古田さんとかね、努力の甲斐あって、でまあおしゃれなねパン屋さんとかいろいろできてきて、でまあ今やね町の至る所にパン屋さんがあると、いった感じになるわけですよ。皆さんどうですか、あのパン屋さんに
コーヒー無料で飲めるところって。コーヒー、パン屋さんに求めるもの、もちろん美味しいパンを提供することはそうもちろんだろうし、例えばちょっとおしゃれなお店でね、セレブ感っていうんですか、なんかちょっとおしゃれな感じを醸し出す、ね、全然そんなのどうでもいいわけなんですけど、どこでパン買おうがね。なんとなく私おしゃれみたいなね、そんな感じを、まああとはタダでコーヒーが飲めちゃうとかね、コーヒータダで飲めちゃうか飲めないかっていうのは結構大きかったりするんじゃないかなと思いますけど、どうでしょうかね。あとは空いてる時間帯とかかな。昔パン屋って言ったら朝早くから空いてたけど、今そんなに早くから空いてるパン屋さんなかなかないですもんね。銭湯とかも朝全然ね、最近早い時間から空いてるとことかあんまりなかったりして、まあ福岡は幸いね、いろいろ点々とあって、まあ、朝の時間から空いてるところとかも、まだまだあったりはするんですけどね。早朝からおじいちゃんおばあちゃんたちの集まるところみたいなのが昔もありましたよね。うん、僕らも友達と遊んで、朝まで遊んで、お風呂入ってさっぱりして帰るみたいなことはよくやってましたけどね。僕が通ってるこのパナシェさんは、コーヒーは買い物した人はコーヒー飲んでいいよ。でこの夏の時期とかはお水も置いてあって、お水もどうぞって。天気いいな。今年のお盆は天気いいですね。休み前の天気はひどかったけどね、本当ね。
ボロボロ。ケーブル長くてよかった。マイク外さずに行きましたな。あと最近の話で言うと、ごろっと話は変わりますが、ちょっと最近ね、以前使ってたカメラを引っ張り出したりとか、ちょっとインスタとかツイッターの方には上げたかなと思うんですけど、ニコンの D40 ね。何年前だ ?8 年くらい前 ?8 年、9年、もう10年近くなるか。に買ったカメラ。まあ、D40 の話はいろいろ過去にの動画でしてると思うんですけど。ごちそうさま。そのニコンの D40、ちょっと後輩にね、レンズをDX フォーマットのレンズを貸してたので、ちょっとしばらく、まあ、使ってない状態にあったわけですが、それではちょっと出発します。ご飯も食べ終わったので、ダイナミックホーク、すいませんさあ行きましょうか。ということで DX フォーマットのニコンのレンズを、3本貸してたんですよね。D40 のダブルレンズキットの標準ズームと望遠ズームと、単焦点 35mm1 個。35mm がね、ほんといいんですよ。あれ買った時って、僕まだずっとそのキットレンズ2本、このキットレンズもね相当いいんですけど、やっぱキットレンズってなんかシャバいっていうようなねイメージあると思うんですけど、人によってはね。でもあのキットレンズがすごく良くて、で、まあ、僕がそのポートレートずっとやってる間もその2本で撮った写真っていうのが大半なので、それでまあみんなからね、まあいいの撮れたじゃんっていうね、いう話、お褒めの言葉をいただいたことも多々あるわけで、やっぱカメラっていうのはまあボディレンズ、まあいいに越したことはないかもしれないんですけど、古いカメラだからといって、悪いことはない。もちろん D40、まあ、デジカメとしの一眼としてはまあかなり、なんていうのかな、初期の頃っていうことになるのかな。なのでまあ機能面とかで言ったら今のカメラとかと比べ物にはならないし、スペック的にもねめちゃくちゃ低くて、いわゆる画素数っていうもので考えても今のスマホの方が断然上なわけで、でもやっぱり写りはすごく良くって、全然これでいいじゃないっていう。だからその
フルサイズをその後 D600 っていうのをね、まあ最近もメンテ出したでメンテから無事帰ってきましたっていう動画もね、上げたかなって思いますけど、まあその D600 フルサイズを使ってみても思ったことっていうのが、まあ、フルサイズって意外と大したことねえなという感じ。だって D40 と D600 っつったらスペック全然違うわけですよね、はっきり言ってね。でその全く違うスペックのものでもうまいこと取れば、うまいこと取ればって言っても僕もまだまだ下手くそですけど、映りはね全然いいし、あもちろん大きく引き伸ばすとかね、そういうふうなことになるともちろん D40 で撮った方っていうのは、アラが見えてね、しまうわけですけど、普通に例えばパソコンの画面上で見るとか、撮ったのをスマホとかね SNS の方にアップするためにっていうちっちゃいサイズとかだと、そのね別にそういう粗さも特に出ず、十分な解像度もあるかなというふうにも思うんで、なので僕はやっぱり名機と、相変わらず名機と呼ばせてもらってますけどね。この前も久々に使ったけど、やっぱり名機だっていうふうにツイートしましたけど、ね、でまあそのまあ話戻って35mm ですよ。キットレンズ使ってた頃に、たまたまその大学時代の友達に会って、でそいつもまあカメラを、まあ、ちょこちょこやってる、まあ仕事で東京にね行ってたんで会うことっていうのはほぼなかったですけど、たまたま会った時に、でそいつがその東京のまあ家電量販店だとかそういうところに行くと、まあレンズがずらーっと並んでるとね、まあこっちでもお店によっては並んでたりするわけですけど、もう品数っていうのが、比べ物にならないぐらいずらーっとねレンズが並んでるコーナーが、あったりするというところでね、すごいよっていう話を聞いたこともあるわけですけど、でその中でその DX フォーマットの 35mmF1.8 の単焦点レンズっていうのが、すごくいいんだけれども値段もすごく安いんだと、ね、この値段でこれが買えるっていうのは、すごくお得だぞという話でね、まあ、いわゆるコスパということになる、コストパフォーマンスっていうことになるんでしょうけど、で私もまあ、そのね35mm を買って単焦点1本買って、でその DX フォーマットっていうのはその3本のレンズで、ずっと撮ってきてたわけですよね。だから当時って単焦点の使い方があんまりうまくなくて、 35mm っていうその画角もあまりその使い方が上手じゃなかったというか、要はズームにやっぱ頼ってたというかね、立ち位置、の決め方というか、ズームにやっぱ頼っちゃうところあるじゃないですかね。立ち位置をあまり考えずに、とりあえず今いるところから、ね、調整して、うまく収まるところっていうところになっちゃうので、やっぱ本当は単焦点で、狙って立ち位置をちゃんと決めるっていうスタンスをしっかり勉強して、それからズームの方に移って、ズームという機構に頼らないというか、まあ頼ることはあるんだけど、まずは立ち位置をしっかり選んでそこから狙うと、で画角の感覚っていうのも、しっかり何ミリ何ミリっていうところで、ここから撮ったらこういう風に映るっていうのがなんとなくね、あの感覚突っ込んでくるなほら、まあ、感覚をねしっかり養っていくっていうところが大事だよっていう話もね、まあカメラマン
私が今動画ずっと見させてもらってるカメラマンの方のバンさんなんかがそう、まあ、言っておられたりするわけなんですけど、僕ねバンさんの動画ってね結構好きで見てるんですけど、何がどう好きかっていうと、結構ねその説明の仕方というか言葉のチョイスの仕方というか、まあ、そういうところがね結構似てるって言ったら言い方おかしいんだけど、結構考え方が結構似てたりするところもあるのかなというところもあって、その言い回しとかね説明をする時の言葉のチョイスはそのしっかり考えておられて、その多分タイプとして人の人間としてのそのタイプとして結構似てるような部分もありそうな感じがして、なんか共感を得るところもあったりとかして、まあ、そういうところもあって多分その人によってはそのなんていうのかな、変わり者扱いされるというか、ね、好かれないところもあったりするんだろうけど、だからでまあそのバンさんのね動画の中でもいろいろスナップだから、ね、バンさんの動画だったらアルファ7シリーズあたりとかね、で、35ミリだけで撮っていくとかね、そういうのもあったと思うし、 RX100 をね、使ったブログっていうのもありますけど、 RX100 初代ですかね、を使ったスナップ、それと、まあ、ローの現像のところとかいろいろ動画、上げておられますけれども、まあ、その辺とかでの話の中で、やっぱこういうところを勉強した方がいいとか、こういうところをやった上でこっちに行く方が順番としてはいいよとかね、いろいろ、まあ、今までその僕がちゃんと勉強してこずにその勝手に自分なりになんかとりあえずカメラ持って好き勝手やって、どういう順番で勉強していくのがいいのかなとか、どういうその順番、例えばそうだな、カメラの設定なんかもどこの数値から決めていくのがいいかとかね、例えばカメラ最近始めたとかこれから始めようと思う方とかでそのカメラの設定、例えばシャッタースピード、絞り、感度、いろんなものがね数値があるわけですけども、あとはまあホワイトバランスがねどうかとか、じゃあどれから決めていったらいいんだみたいなところもね、順番としてこっちから決めていった方がいいよみたいなのが実はまああったりする、まあそれにこだわりね、絶対それその通りにやらなきゃいけないってことはないんだけれども、まあこういう風にしていった方がいいよみたいなね、話なんかも、あったりするわけで、うん、やっぱここに来てそのやっぱちゃんと勉強していきたいなと、その今まで抜けてた部分というか、ポツポツポツとやってたところの間を少しずつ埋めながら、自分の分からなかったこととかを、とまあやれてたところとやれてなかったところとか分からなかったところが、こう点が線になっていくというかね、こうつながっていく、でああそうかこういうふうにすればよかったのかみたいなのが最近まあちょこちょこね、あったりして、まあ基本に帰るっていうのかな、基本が抜けてたので基本をちゃんとやっぱ勉強するべきだなというふうにね、まあ趣味でやるんだから好きにやっていいんですよ、好きにやっていいですし、とにかく撮る、あんまりこだわりすぎずにとにかくまず撮る、撮る感覚とかねっていうの、僕もその人をずっと撮ってたことが
あって風景みたいなものとね、こう景色を撮るっていうことがあんまりなかったんですよね。でその構図みたいなことももちろん僕はよく知らないし、当然構図の勉強なんか今もまだ全然やれてないわけですけど、まあこういうふうに撮ったら収まりがいいよっていう絵があるわけで、そういうものも本当はね勉強した方がいいんだろうけど、まあそこにこだわりすぎない方がいいっていうのもね意見としてはあるでしょうし、まあお仕事として写真をやるんだったらね、OK ショットをできるだけ増やすっていう意味では、どういうふうに撮れば収まりが良くなって、見た感じ整った感じがするかとかね、そういうところは当然あるわけなんで、とにかくその写真を仕事にするっていうんであれば、とにかくミスショットを減らして OK ショットを増やすっていうことに多分なってくるんだろうと思いますけどね。まあ、話がなんかめちゃくちゃいろいろ飛んで、何の話をしようとしてたかよく分かりませんけどちなみに今日は iPhone の、6S のインカメラに、セルカレンズの広角のやつをつけて、助手席にポンと置いて撮って、あの手話のね、ラベリアマイク今使ってますけど、ちゃんと音取れてるのかな、音のちょっとレベルが低いような気がするんで、音がちょっと小さかったりするかもしれないけど、エアコンとかね、あのちょっとラジオとかもちょっとつけたりもしてたので、そのまま内蔵マイクで撮っちゃうといろいろ音、ね、ノイズが入って聞き苦しいかなと思って、こっちの方がまだ声を拾いやすくなるかなと思ってこっちにしましたが、いやまあというわけで、まあ基本に帰るというか、その、構図とか、まあその辺を言う前にまず撮ろうっていうところですよね。あのまず撮ろうと、何でもいいからとりあえず撮ろうと、あの多分カメラ買ったすぐって何撮っても楽しいみたいな時期って多分あったりすると思うんですよね。でとにかく、ドッカン開放で、ボケさせまくってみたいなね、とにかく背景ボケさせまくって撮るみたいな、そういうのが楽しい時期とかも多分あったりするんでしょうけど、あの一眼レフってね嫌でもボケちゃったりするわけなんで、ぼかさない撮り方を勉強するっていうのも結構ね、あの大事だったりするのかなっていうふうにも思うんでね、絞りの加減をねうまいことその調整する感覚っていうのもね養っていかなきゃいかんかなというふうにも思いますけどね。よいしょ、さあダム方面に向かいます。でまあ撮ろうということで撮ることにしたわけですよ。でまあ G8 も買ったし、G8 も結構使ってますよ。動画撮る時も G8 使ってるし、でまあ久々にね D40 の方にその 35mm の単焦点つけてちょっと持ち出してパシャパシャ撮ったりね。 D40 っていうのはあの動画が撮る機能はまだついてない頃なので、 D-Movie がつく前ですからね。 D-Movie っていうのがついたのは D90 からですから、D40 にはその動画の機能はないけれどもっていうところで、あとは、まあ、帰ってきた D600 にね、ザイスの 85mm の単焦点つけて、撮ってるんですけど、最近ねどれもその3つのカメラどれもマニュアルフォーカスでずっと使ってるんですよね。特に、まあ、別に意味はないんですけど、まあ、サイズはもちろんマニュアル操作でしかできないので、フォーカスはマニュアルで合わせるしかないんですけど、D40 の 35mm は別にオートフォーカスでいいし、別にそのフォーカスのなんかピントの合い具合が狂ってるっていうところも特にないんですけど、マニュアルでピントを合わせきる、狙ったところにピントを合わせきる
力があった方がいいのかなとかね。で、まあ、最近のカメラだったらそのピント合ってるところに、あれなんて言うんだったっけ、ピーキングって言うんだったっけ、あのゼブラみたいでホヤホヤホヤってここにピント合ってますよみたいなの知らせてくれる機能あるんじゃないですかね。その、まあ、G8 にもあるけど、で G8 の方にあの最近はあの親からもらったキャノンの FD レンズをね、マウントアダプターかまして 28mm と 50mm つけてちょっとパシャパシャ撮りに行ったりとか、してるっていうのをね、あのパナソニックのあの、なんだっけ、あの写真をみんなに公開するサイトが、ね、ありますけど、なんだっけ、ピクトメイトだっけ、なんかそんな感じのやつありますけどね、あそこ私アカウントを持ってて、G8 で撮った写真はそっちに上げたりとかもしてますので、まあ、よかったらちょっと見ていただければいいかなというふうに思います。なんかリンクかなんか貼れたら貼ってみようかなと思いますけど、まあ、まだあの3枚ぐらいしか写真そこには載せてないので、あれですけど、でまあマニュアル操作ですよ、うん、でマニュアルでピントをとりあえず合わせながら、あ、自分の好きなところにピントがで前よりか、ね、後ろよりかちゃんと合うかどうかで、でファインダーで覗いて、あ、今ここに合ってるなっていうのと撮れたのがちゃんと狙ったところに来てるかどうかっていう、そのファインダーを覗いた時のそのピントの合い具合との実際に撮れたものとの、ね、その差、っていうのがどれぐらいズレが今あるのかとか、その辺もちょっと調べたりみたいなことをやったりとかね、まあそんなこともちょっと、お遊びがてらやっておりますが、でそれでまあちょっと朝飯でも買いに出た時とか晩飯買いに出た時とか駐車場でとか、どっかスーパーの駐車場でとか、ね、そんなところでなんかパシャ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 空を撮ってみたり、駐車場に書いてあるあの枠線とかね、そういうところをなんか、撮ってみたり、駐車場から、なんていうかな、にいた猫をね撮ってみたりなんかいろいろそういうことやってますけど、であの線を撮るって結構収まりの良さ、その構図というものはよくわからないけれども、自分が見てなんか収まりがいいなと、とりあえず自分が思えれば、写真なんて自己満、とりあえずね仕事でしてるわけじゃなければ自己満なんで、好きにやっていいんですけど、その縦線とか横線、例えば、空背景、真っ青な空で雲一つない空で、電線が横にバーッと走ってったり電柱が立ってたりみたいなところを撮った時の、縦線とか横線とか斜めに走った線とかっていうのが出てきますよね。その時のその線だけなんだけれども、その画角の中にその線がそのどういうふうに収まってるかっていう収まり具合、っていうのとかをね、自分なりに、あ、こっから撮った時にこういう風に収まってる方がなんか見た目になんか、しっくりくるなとか、あ、もうちょっと右に寄った方がいいなとか、もうちょっとここまで映るような感じに合わせた方がいいなとか、なんかそういうのがいろいろ自分の感覚をちょっと研ぎ澄ますというか、なんかそういうこともなんか自分なりですけどやったりして遊んでますよ。あとはまあ空をね写真撮る時に、あの雲の収まり具合っていうのかな、画角の中に雲がそのどういう風に収まってるのがその見た目としてなんかしっくりくるかみたいなのね。雲なんてすでに流れてて形も変わってて、でもその変わるからこそちょっと待てば、長細かったのがねなんか斜めにムニョーンってなったり、
うっすらしてたものがなんかもやっと固まってきて、しっかりとした雲になってきてるみたいな感じとかね、そういうのも。で台風時期だと雲の流れめっちゃ速くなったりするじゃないですかね。そういうのとか見てると面白いし、真っ白な雲もあれば黒っぽい雲もあれば、高いところにある雲もあればちょっと低めのところにあるような雲もあれば、いろいろあるわけで、それをね、飛行機雲みたいなものもあれば、それを枠の中に収めた時のそのしっくりくる感じ、なんか見ててなんか、適当に撮ってないというか、まあ適当に撮って綺麗に撮れてたらそれはそれですごいんだろうけど、僕にはそんなセンスはないので、ちゃんと考えて撮らないと撮りきれないというか、感覚任せに撮っても撮れないというかね、まあ感覚任せで適当にバシャバシャ撮ってて数打ち当たるみたいなことはあるけど、無駄ショットが増えるんでね、それもどうかなというふうに、まあ撮り始めた頃はそんな感じですけどね、誰しもね多分ね。でまあそんな感じで景色とかね、あとそのそうですよ、この前なんかそのマニュアル操作で動き回る猫とかをあの追っかけ、しかも夜ですよ、夜仕事終わって帰あのスーパー寄って晩飯買って帰ってきて、玄関アパートのね玄関付近にいた猫ちゃんをマニュアル操作でずっとピント合わせるのに苦労しながら、あよし今動き止まったと思ってそこでパシャッと撮ったりとかね、そういうこともしてちょっと遊んでましたけど、ああいうものをマニュアル操作で撮るのはやっぱ大変ですねわざわざ撮る人いないんじゃないかなとは思うけど、それこそね、フォーカス、早くて、しかも 目とかにねピントがピーって あって、っていうようなね動きの速いのについていけるようなカメラで撮った方がバシッとしたものは撮れるんだろうけど、そういう機能に頼らずに撮るっていうかね、このバンさんとかも言われてたんだけど、例えばオートフォーカスが、壊れてマニュアルでピントを合わせなきゃいけないっていう風になった時とかに、じゃあやれるかとかね、っていうこととか、この機能が動かなくなった時にそこの機能をマニュアル操作で、しのぐことができるかとか、仕事だったらそういうところになってくるわけですよね。なので、まあ、別に私は写真撮るのを仕事にしようと思ってるわけではないですけど、でもせっかくね撮りに行ってて撮れなくなっちゃうみたいなことがねあって、諦めるよりかはちょっとは操作できるように、あークソ詰まってきたな、さっさ行ってしまえ、なんでそこタラタラ行くんだよ、微妙な感覚を開けながら。シャキッと行ってくれればいいもの、微妙な感覚を開けながらタラ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 行くよね、これ。しかも曲がろうとしてるのに詰めてくるっていうね何考えてんすかっていうかね、やろうとしてるんだからちょっと開けてくれててもいいじゃない。いやー天気がいいな本当にこの辺の川の写真もちょっと撮りたいけど、あんま車寄せとくところもないな。もう40分も喋ってるとりあえず切って切って切りまくって10分ぐらいに収まるでしょ大した話もしないし、まあ、とにかく、何でもいいから撮るというところですね。で今人撮れないですよ、ポートレートやれない、もうあのだって俺なんか
がね、お願いしてもお金かかるじゃん、ボードレードね。ほんと、もう昔ようお金出してたわって感じだけど、まあそれは人数集まって一人頭の出す金額が小さくなったりとかしてたからやれてたわけで、一人で写真ね、ポートレートやろうと思って何時間拘束で何万円とかって言われてもね、場所を決めてそこの利用のね、許可とか利用料とか、例えばあと衣装がどうのとかね、いろいろあったりとかで、昼飯代出したり交通費ちょっと出したりとか、いろいろで お迎えに行ったりだとか、なんかなんやらかんやらそんなんやってたらかなりお金ね、1回の撮影だけでも一人でやるとかかっちゃうので、そんなにポートレートやれねえなーっていう感じですよね。だからほんと誰か撮らせてくれたらね、あの飯代ぐらいは出しますし、送り迎えぐらいはもちろんしますけど、あんまり高いお金 ね何万も出せって言われてもちょっと出し切らんので、その辺はいいと、撮ってもらった写真をもらえればいいよみたいな人がねいたら助かるんですけどね。まあその話はどうでもいいや。さあ、実家にだいぶ近づいてきましたね。まだ半分ぐらいあるけど、あー、ここのね道すげー木の生え方が綺麗なんよね。ここね、秋になると紅葉も綺麗だけど、今この青々とした葉のね感じ、影になってるところの緑は濃くって、日の当たってるところの緑はすごい鮮やかで黄緑っぽくてね、黄色っぽいような、それがズドーンと通ってて、で横のねこの畑みたいになってるところは秋になるとコスモスがねドワーって咲くんですよ。ここがねコスモス畑が綺麗なんですよね。いやあとね、向こうそのバイパスっていうのかな、高架あって、そこにこの電、なんていうんだあれは、電波塔じゃないけど、電線がこう引っ張られてる鉄塔みたいなのがね、その高架のところにずらーっとこう走っとるわけですよ。あの並びとかをね、ちょっとその近くからズドーンと撮りたいなとかね、いろいろ最近車運転してても、ここ、こういう風にしたらこういう風に映るかなとか、そういう風な頭の中でそういう風にイメージするようにしてますね。で、どっか車止めれねえかなって思って、止めれずにそのままそのシャッターチャンスを逃しちゃうことも多々ありますが、まあそんな雑談をもうかれこれ45分やっております、はい。いやー、やっぱいいな、この辺は。だいぶ変わっちゃいるけれども、変わってない部分もだいぶあるんで、まだね、田んぼ畑まだまだ一応残ってますからね。まあ前よりかは当然減ったんで、昔はもっとねのどかな雰囲気っていうか、まあザ田舎ですよねっていう感じだったけど、マンションもいっぱい建っちゃって、いいのか悪いのか分かりませんが、まあでも道も綺麗になったしね、生活はしやすくなったのかなというふうにも思います。はあ、お盆休み中だけど車が意外と少なくて助かったな。あのこの通りはね、まっすぐこのままずっとまっすぐ行くと、あのイオンとかがね、イオンモールとかがあるところに繋がってたりする通りなので、休みの人がここめちゃくちゃ混むんですよね、まあ、最短距離になるので。なのでここがねすんげー混むんよ、ほんと。あ、スーパー綺麗になってる。え、
めっちゃ綺麗になってる。でっか。今あのここにコンビニがあって、駐車場にあのトラックが止めれるようになってるようなところとかあるんですけど、そこにあの三角の、パイロン、三角コーンあるでしょ、あのあれのクッソでかいやつがめちゃくちゃ並んでる。何あのでかいコーン、あんな背の高いコーンあるんや、面白いな。ああいうのとかなんかね、スナップでパシャッと収めに行きたいですよね。すげえな。まあこの辺も景色が変わっちゃったけど、変わったら変わったなりの面白さもやっぱあるな、うん、でこういう風にね、今ちょっと目の前あの見せられないけど、あの電線がめちゃくちゃ走っとるんですよね。でこれが横に走ったり斜めに走ったり縦に走ったりいろいろしとるわけですよ、このちょうど交差点のところね。こういうのがその、例えば単に横とか縦に走ってる線だったら、まあ、水平とかね、まあ、平行直角出しっていうのがね、うまくその感覚、平行感覚っていうか、なんか養うのにいいんですよね。微妙にちょっと傾いてるなみたいなのをね、現像の時にちょっとピッてこう傾き修正したりとかね、そういうのも、人によってはねあったりすると思うんですけど、撮る時にできるだけね、バッチリ収まってると、あとの編集なんて、編集なんてものは、しなくていいに越したことはないので、最初の段階でバシッと、あーやっぱ反対方向多いな、もう買い物終わって帰る人が多いのかな、反対車線めちゃくちゃ混んでる。いやーこういうね、あのこの時間帯だったらこっち側が混むなっていうのがね、いろいろあるんですけど、今日は混み具合早いな、反対車線の方が。いつもこの時間だったらまだまだその向かう側、帰る側より向かう側の方が多かったりするんですけどね、みんな動き出しが早かったのか帰りも早いっていう感じかな。でみんな結局考えることが同じで結局混むみたいなね。さあということで、お家に近づいてきましたんで、雑談はこの辺で終了しようかな。よいしょよいしょ。ということでお家に着きましたんで、また今度、今日の帰りか明日かどっかでまた、雑談動画かなんかやりますか。よいしょ。うるさい。よいしょ。よいしょ。ということで、はい、ということで到着いたしました。それではまた、バイバイ。